はい、こんにちは、柴崎です。お元気ですか？そう、柴崎も今日も元気に絵を描いてますよ。今回のテーマはこちらです。はい、ペンテルクレヨンですね。もう本当にペンテルクレヨンといえば日本ではね、知らない方がいないくらい、もう皆さんおなじみだし、お世話になった画材ですね。でも今回はね、そのペンテルクレヨンさんがだいぶ進化したらしいんですよ。ここだ。ここにこういろいろと書いてあるんですけどね、もちろんね、実際書いてみどうなのか、そこも、まあ、楽しみながら検証してみたいと思います。はい、それではね、また書き終わったらお会いしましょう。さあね、これですね、ペンテルさんの、図工クレヨンですね。極太16色入り、そしてね、ここに書いてあります、クリアラベル巻きっていうことですね。なんかこうプラスチックのフィルムで巻いてあるんですね。うん、ずれにくいとか手が汚れないとかね、必要な分だけ剥がして使えるとかって、だいぶの工夫らしいですよ。裏を見ると、ええ、まあ、紙以外の材料にも書けますとかね、折れにくいですとか、濃く鮮やかな面塗りができます。なるほど。そして、さっきと同じこのクリアラベル、プラスチックフィルムの説明ですね。うんうん。あとは、いろいろなものですね。こんなものにも、書くことができますというわけですね。そして、右の上には、こんなテクニックができるというわけです。さて、開けてみようかな。ちょっとこの黄色い紐が気になるな。あ、ラッピングもとても丁寧でしっかりしてますね。この値段でここまでね、やってくれるなんて、この紐だよね。伸び縮みするんだね、これが。じゃあ開けようね。開けるとすると、あ、ここだ。ほら、ここのへこみ。これが開けやすいんだね。こんなとこにもこう、気を使って作ってくれてんだな。素晴らしい、ペンテルさん。そして、この紐ですね。これは？なるほど。絵の具は倒れない。小さいお子さんが描いてるとね、絵の具はこう、箱落としてね、バラバラになっちゃう。ありますね。それがないんだ。そしてこれがね、クリアラベルか。こんな風に剥がして使えるんだね。手が確かに汚れなさそうですね。色もちゃんと揃ってます。はい。いいね。じゃあ描いてみましょう。さあ、ペンテルさんのね、だいぶまた改良に改良を重ねたらしい絵の具でね、今日はこの貝殻を描きますよ。綺麗でしょ？はい。ね、ほらピンクの色なんかしてます。では最初に、まずこんな色でね、優しい色からですね。ペールオレンジで、ちょっとざっと形描きましょう。今日は、あまり難しくないから下書きなしです。ピンク。おー。綺麗に色がつきますね。なるほど。それぞれの色の発色、いいですね。こんなね、アンバー系の色でもこうしっかり色が入るとか素晴らしい。なるほど。こう書いていて思うんだけど、確かにね、あの箱書きになあったけど、面塗りっていうかね、広い面を塗っても絵の具がすごくよく伸びるんだよね。しかも、もう僕だいぶね、色を重ねてきましたけど、ほら、クレヨンのカスが出ないでしょう。これすごいですね。普通もこの段階でだいぶボロボロカスが出てきてね、それが
後でこう床にくっついたりして、実はね、油分が強いから掃除が大変だったりするんだよね。これ、紙にこう定着力が強いからかな。カスが出ないね。すごい。引っ掛けはどうだ？いいですね。引っ掛けます。これだけの画材だったら、ちょっと柴崎も本気モードで描いちゃおうかな。やっぱり、ね、老舗のペンテルさん、クレヨンに関してはすごいね。ほら、ホワイトで、こうぼかしたら、滑らかな貝のね、面ができたでしょ？つるっとした感じになりましたよ。こういう質感が出せると、こんな削ってね、ボコボコ感とか、そういう質感と対比できるんだよね。そして他の色も重ねていってもいいですね。重ねた時に重ねた色もそれぞれちゃんと色が見えますね。どこか悪いところなんか見つけて一言言おうと思ったけど、いやいや恐れ入りました。今までのクレヨンの中で一番いいかな。ほら、どん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 色重ねていけるね。すごい。カスも出てこない。素晴らしい。発色もいい。伸びもいい。なるほど。さ、だいぶ描き上げてきましたよ。ねえ、ま。自分で描いていて言うの変だけど、クレヨン画とは思えないでしょ。これだけこう、絵の具がよく伸びて発色はいい色ですね。さあ、それでは床の影をこんな色で描いていきますね。ね、ホワイトで今ハイライトちょっと入れました。後からちゃんと白も乗りますね。さあ、では床のこの影をね、ちょっと伸ばして、こうするとこう存在感が強まりますからね。いいな。さあ、ここしっかりちょっと書き締めてと。はい、どうでしたか。出来上がりです。はい、書き上がりました。ねえ、なんというか油絵みたいに非常にこうねっとりとね、画面にこう絵の具が吸い付くんですね。今まで使った中で一番良かったかな。まあだから画材に関してね、あまりこう言うことなかったです。どこか一言言ってみたいなと思って探したんだけどね。それから、これはマロンちゃんダメだよ。それからこの発色もね、とてもいいんですね。本当に色綺麗でしょ。もうクレヨンでこんなにね、重厚に描ける、なかなかない画材じゃないかなと思いました。はい、ちなみに、言うとあんですけどね、今回描いたのはこの貝ですね。はい、これコンク貝というんですね。以前私がジャマイカに行って、とても有名なんですね、そちらでね。そこで食べた貝です。ここにほら切り口があって、ここを切って身を取り出すんですね。はい、さあ、ということで、柴崎はチャンネルメンバーシップをやっております。メンバーにね、なっていただくと、私の作品を、データですね、それをお送りしますので、それをダウンロードしてプリントアウト、そしてそれをお家に飾ったりね、楽しむことができます。また、メンバー限定のね、少人数のライブ配信もやってます。そういうことはたくさんね、特典がありますので、もしご興味ありましたら、メンバーになるというねボタンをちょっとクリックして、どんなものがあるか
見てください。あなたのご参加を柴崎も心からお待ちしています。というわけで今回もね、最後までご覧くださって本当にありがとう。また次回違う作品であなたとお会いしたいと思います。はい、それではまたね。